バウアー、年俸1億でいいと言ってるのにどこからも取ってもらえない。なんで？需要あるやろ。合格倍、チュニドラもあかんの？ダブルスタンダード立浪なら何でもいけるやろ。ここまで来ると哀れだわ。多分ただでもどこも取らない。なんなら1億払っても取らない。アメリカで問題児とはいえ日本では絶大な人気のある選手だし、野球しなくても1億で CM の契約とかもらえんのかも。バゲーとかで。見透かされてる。打席立つのもええんか？ベースも取らないの？横浜ソフトバンクは10億くらい出すん。ただしメジャーに限る。ついに日本でも嫌われてくさ。もう台湾しかないじゃん。あの件がなければな。去年もドジャースが給料払ってくれてるのに、どこにも取られなかったからベース行きやねんぞ。えらい嫌われようやな。軍人にいいねさえしなければ、NPB どっか取っただろうに。さすがに外国人枠の問題でホークス取りれんやろしな。思ってたより日本の打者にポコポコ打たれてたし。バウアーか。自分はメジャーで15位以内の投手と言ってたけど、バウアーの上の10人がバウアー嫌いらしい。中日なら毎日投げさせてあげるんだけどな。NPB の10億より MLB の1億なんやろ。なおどこも取らんもよう。阪神にすらそこそこ打たれてたのに、メジャー行ったらボコボコやろ。それでムードかけるとかそらいらんわ。チュニドラで稼いだ成績。米も枠が残り1で外の代わりの打者取らなあかんから、開幕まで決めなきゃ実質オファーなしになるんやないのか。こいつ本当にサイヤング取ったんか？日米騙されてない？ご視聴ありがとうございました。